どうもあけましておめでとうございます。FX オリガルヒの時間でございます。え、本日は1月3日深夜2時半でございます。え、やっとね、相場が動き始めたあ1月3日なんで、解説の方、今年初めてを行くわけですけども、えっとね、4つほどね、今年も確認していただきたいことがあります。え、チャートを見る際に、必ず大きな時間軸から見てください。え、例えば毎日見る際は、冷やしを見て、4時間を見て、1時間を見る。 場合によっては15分を見てください。で、1週間に一度は、ウィークリー、週足を見てくださいね。やっぱり1週間経つと週足が1本増えますんで。で、同じ理由で、月足、月に1回、30とか31日から1日に振り替わった時には必ず見るようにしてください。また、困った時に、この月足を見て、対局感を確認するのも大事です。また、日々の相場解説の時にね、そういった説明もさせてもらいます。これが1点目。で、2つ目は、 それぞれの時間軸の寝動きの方向を必ず認識してください。どっちに向かっているのかわからない状態で、えー、すっ飛ばさないようにしてくださいね。えー、例えば、周足があ右肩上がりだなとかね。それから日足が横ばいだなとか、うん。それから一時間足があ右下下がりだなっていうふうに、この三つの方向しかありませんから、三つの方向のうちどっちに向かっているのかということは必ず認識してください。三、えー、つ目のお,お約束事ですけども、 エントリーする際に、たった一つの根拠ではエントリーしないようにしてくださいね。できれば二つ。うん、できれば三つ以上の根拠が見つかった時に、それはバイナリ、セルなりのエントリーの条件が揃ったと思ってください。まあどうしてもね、エントリーを焦るときに、一個で、一個の根拠でエントリーしちゃう場合もあるんですけども、それは本当にやむにやまれる時なんで、私はあまりお勧めしないですね。三つ以上。いろんな時間軸から、 あこれはエントリーの根拠だなっていうのが3つ揃ったらまあ外さないと思いますんでねこれもだから現場で日々の相場解説の時にこれとこれとこれが3つの根拠ですっていうお話をすることがありますんで聞き耳を立てておいてくださいねそれから4つ目が一番大事なんですけども分からないままにしないでください分からないままにしておくとどんなに小さなことでもやり過ごしちゃうとそれが積み重なってもう FX の世界にいられなくなっちゃいますから まあ自己解決も大事なんですが、今回は FX オリガルヒのこういったグループの中にいてね、まあ、私がおりますんで、私に聞いてください、えー。回答はいつものスピードで、いつもの密度でさせてもらいます。それじゃあ、あ令和5年、2023年の FX オリガルヒ、えー、必ず皆さんの力がつくようにね、この4つの約束からスタートしましょう。えー、それでは本日の相場解説、開始していきます。 はいどうもじゃあ相場解説行ってみましょう1月3日朝6時の相場解説まず月足から見ていますけども月足の方はこちらの方で転換が訪れてあとはね1ヶ月ずーっとセル次の月も12月ですけどもずーっとセルの方向に動いてきました1月は今ちょびっとだけ陰線が出てますけどもこれもおそらくこう下落の流れに沿ってますからね陰線になるでしょう 陽線にしても陽線の大きさっていうのはすごく短くなると思います。まあ、ですので、1月は全体的にセルで攻めていけば、まあ間違いないかなってところですよね。はい、次ウィクリの方見ていきます。週間足はヘッドアンドショルダーが高値圏で見えてますよね。高値圏でこういう風うに登っていって。こういう風うになってますよね。で、こちらの方に3つ目の肩ということなんでネックラインを超えてますから、ここから大きな下落が始まる、その可能性が強くなっております。 ですのでやっぱりね週刊足もセルの方で見ていけばいいってことになるでしょはいじゃあ次はデイリーですデイリーは以前ね三角形を書きましたけどもこういうふうな三角形ね三角形ができかけてるあたりでも三角形ってことを私も宣言してましたんでそのまんまセルの流れが今できてますよってことですプラスアルファフラクタル図形がここから始まっていきますというのが上から下まで行く時にねこう 戻り売りをこうやって作りながら下の方に行ってるわけじゃないですかで今回も戻り売りを作ってネックラインを超えるか超えないかっていうところですセルの流れですよねで4時間の方で細かく見ていくようになりますけどもここでもですねここのネックラインを今超えようとしてるところでしょで実体は超えましたあとはヒゲ先を超えるかどうかっていうことを今日の午前中に見ていけばいいってことになります流れは全体的にセルです 突き、ね、足週足日足全部下の方向に向かってるでしょで最後に1時間軸を見て判断するわけですけども、うん、気になるのはね気になるのはオリガルヒの皆様にお伝えしましたけどもロソク足のの上下の短さですこの辺よりもずいぶん短いでしょってことなんでまだね資金があんまり投入されてないんですよで方向としてはセルなんですよここも。 ね、もううフラクククタル図形ででこうやっっってててガクンガンンと下がっていってるでしょそれはもう見て取れると思いますでその中で下に向かうんだけどもボラティリティがちっちゃいんでもしかしたら苦戦するかもしれませんどんな苦戦かっていうと利確まで時間がかかりそうなんですよ速度がないんでローソク足の上下の幅が短いんでねでつまりこんなでっかいやつは困るんですよ介入みたいなのもね一瞬で起きるやつもでもだからといってこんなちっちゃいやつだとこれまたね 含み損が出るわけじゃないですか、最初手数料で。だから利確に至るまでものすごい時間かかっちゃうんで、その日で終わらない可能性があるんですよ。まあですんで今日はね、あのー、下の方向に向かうことを、まあなんとなく見ていけばいいのかなと思いますし、エントリーしたい方も午前中しっかりと観察して、それからまあ午後からエントリーして、夕方までの5、6時間で決済するぐらいの流れだと思っていけばいいんじゃないですか。はい。まあ全体的にはもうセルの流れが今年の一発目から 見て取れますのでここ、まあ、これがねこのの年を暗示しててるんじゃないでですか基本的にには円高の方向に進むってことで,すで、もちろんねいろんなファンダメンタルな要素が入ってきて変わってきますんでじゃあ1月の3日に初めてのトレードで今年はセルだよって言ったからといってずっとセルに続くってことは誰も信じないと思いますけども。で前提でもね申し上げましたけども、まあ、4つのルールのうちの4つ目。 わからないことをわからないままにしていて改善することは何にもありません。その代わりわからないことわかるようにしていったら次の瞬間からわかることが一個増えるわけですから判断材料に間違うことがどんどんなくなるわけなんですよ。それを繰り返していくことがいわゆるコツコツの積み重ねということでございます。じゃあ今日は以上ですね。はい、お疲れ様です。今年もよろしくお願いします。